いわき城は、富山県富山市いわきにあった、日本の城、いわき砦とも呼ばれる。神通川に面した、貸し団球場に築かれた山城であり、対岸には、腰中国城正城が立つ。川に面した城の西側は、断崖となっており、他の三方は土塁によって防備されていた。腰のボルガ山州市によれば、一辺が八県の、正方形の角と南北八県。 東西六県のクルワで構成されていたようである。近年の調査では、核の周囲に二重の空堀を巡らせていたことが明らかになっている。元気三年、元は、飛騨国の人でその勢力を人通側に沿って徐々に越中国へと拡大して、腰中国サルクラ上司となっていた、塩屋秋貞が、斎藤の武氏がよる腰中国情勢城を攻略するために、その工場として築いた。 信ぶは、上杉謙信に救援を求め、結果、秋帝は退却した。天正四年、上杉勢に攻め落とされたという。その後、杉聖三郎衛門なる者が寄ったというが、彼がどの勢力に属していたかは、上杉方、斎藤方、塩屋方と資料によって、全く違っており、断言するのは困難である。同六年、秋忠氏が、織田信長に下り、 いわき上手となるが、上杉法の腰中国蕾上主、村田大井之助に攻められて、日田国へ追い返された。同11年3月、秋田田氏が白星城を攻めるも上杉法の援軍の到着により、退却。これを追撃した、上杉勢によって射殺された。同年8月、白星城が、小田方の笹なりま陣母縛りによって包囲されて落城。これによって、 岩木城も、その存在価値をなくしたといえ、事実上この時期に廃城となったと思われる。ありがとうございます。